Guys, from English Boot camp. 皆さんこんにちは。イングリッシュブートキャンプのゆみです。今日はですね、ドラマに出てくる職業とか登場人物の肩書きといいますかね、えー、そういった単語をですね、ご紹介していこうかなと思います。まあ、ドラマが好きな人でこう連続ドラマですね、シリーズもの、シーズン1とか2とかね、あるような、ああいうのを見てらっしゃる方はいつも同じような 人物ですよね。こう登場人物の肩書きとか職業っていうのがあって ななんんととくももううう覚えちゃったったていう人もい人ると思うんですよこういった名前っていうのってあんまりね日常こう自分で英語を勉強してる時に出てくる語彙ではないので知っておくことによってドラマとかね映画とかが見やすくなると思うので今日はそんなお話をしたいと思いますね。ではですね本題に行く前に軽く私のプロフィールーこんな感じになっております英語の業界非常に長いです。 本をね、出しております。後ろに一冊ありますね。転んで学べる英語発音の本というね。こちら実務教育出版から出しております。それからその他にもですね、いろいろと動画コース、動画視聴コースですね、オンラインコース、それから4ヶ月間のマンツーマンの 発音特化のコーチングサービス、発音ブートキャンプというようなものもやっております。ものものですね、詳細は下の概要欄にありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。あと、無料のね、動画も配布しておりますのでね、そちらのリンクも下に貼ってますので、えー、ぜひチェックしてみてください。では今日の本題です、えー。ドラマに出てくる人たちですね、どういう人たちが出てくるか、まあ一番多いパターンとしてやっぱり、 この刑事ものというか捜査ものですよねなんか事件が起きてそれをみんなで捜査していくっていうようなものが多いかなと思うんですね。あとは裁判ものですよね法廷ものといいますかね。 そういったものがね、結構多いと思うんです。あとはもうなんかこうヒーローものっていうんですかね、こう超能力者とかが出てくるようなあ。あと犯罪ものですよね。なんかこう脱獄するとかあ。そういうのがね、結構多いかなと思うんですけれども、もちろんコメディとかね、恋愛ものもあると思うんですけれども、今日はこういうクライムものですよね。クライムものって言ったら変だな。何ですか犯罪もの <laughs> って言ったものを中心に紹介していこうかなと思います。LINE 登録してね。 無料動画も配布中です。詳しくは下の概要欄からどうぞえまずは犯罪言いものには欠かせないこれですね「Cop、ね」カップっていうのはね警官ですねえー、日本語で言うところのおまわりさんに近いかなと思いますで制服を着てる警察官あれが「Cop」ですそれに対して刑事私服の刑事ですねこれは「Cop」ではなくて「l e u t e n a n t っていうふうに言いますでこののいうのは、 えと日本語にするとなんか警部法っていうあの地位にいるらしいですけど、まあ、一般的に刑事ですね。で「刑事コロンボ」ってありますよねあの有名なドラマ。コロンボ刑事の肩書きはですちょっと発音ね難しいですけれどもねよく出てくるので覚えてくださいね。それから、えー、警察官ではなくて FBI の捜査官捜査官になってきますと「エージェント」っていうふうに言います。 エージェントですね。これ政府の捜査官で、大体いいエージェンっていうと FBI の人のことを指します。FBI は Federal Bureau of Investigation の略っていうのをね、略語のところでご紹介したと思うんですけれども、Federal ですね。これ政府のっていう意味なんですが、この Federal の頭文字というか頭を取って Fed っていうふうに言うこともあります。Fed っていうと FBI のことです。これもね、ドラマによく出てきますね。または G-Man っ言ったりもします、ね、G-Man の G は Government のことですよね。で、この G-Man で多分私と同世代の人はピンときたと思うんですが G-Man75 っていう昔ドラマがありましたね。刑事ドラマ。G-Man だと複数ですよね。なので複数形だと G-Man ですけれども一人だったら G-Man です。それからあ麻薬の捜査官っていうのも結構出てきます。で麻薬捜査官は えー、ナーコーっていうふうに言います。えー、ナーコーはナーカーテックスの逆です。ナーカーテックス・エージェントというふうにも言います。また、麻薬組織のことをナーコ・リングというふうに言います。ナーコ,ーナーコーだけだと、麻薬捜査官とか、麻薬の う販売人っていう意味があるんですが「リング」がつくとその組織ってなりますナ a r ー o ィ i クス・エージェントだと麻薬の捜査官、えー、ナーコ・リングだと麻薬組織になりますねこれ結構出てきますドラマでねナーコーって単語すごい出てくるのでなんとなく耳で覚えたっていう人もいるかもしれないですね次はじゃあ政治関係いきましょうかねもうこう犯罪者に必ず出てくるのが政治家でだいたい黒幕だったり悪役だったりしますよね、えー、政治家は c o n g r e s っていうふうに言いますで g r グラスにムンがつくんですが、このムンは、メンではなくてムンというふうに、ちょっと弱めに、シュ話ですね、曖昧ボイで発音してください。メンではなくてムン、ムン。 さっきの G メンの時は「Man」っていうふうにはっきり「Man」にストレスが乗るんですが r e s s ス a n の時は「Men」っていうのが弱いです。これでで議員です特に下院議員ですねアメリカの下院議員を指すんですけれどもまあでもまあ一般的に政治家っていう感じでよく出てきます。次ですね今度は 法律関係ですね。行きましょう。法律家、lawyer です。で、lawyer は多分皆さん学校で弁護士って習ったと思うんですよ。で、アメリカの教育システムは、え弁護士になるためには、law school っていうのに行かなくてはいけないです。日本はもう学部の時点で法学部とかに行くじゃないですか。ね、いわゆるアングラですね。undergraduate ですね。の時点でえ法学部に行くし、えあとはあ医学部とかも アンダーグラデュエットの時点で、えー 医学部に行きますけれども、アメリカの教育システムはそうではなくて、4年生のおいわゆるアンダーグラジュエットが終わってから、ロースクールとかメディカルスクールっていうふうに行きます。で、このロースクールを出てる人は全員、ロイヤーです。うん、なので、あの、ロースクール出身の人っていう意味なんですよね、基本的には。だから、I'm a lawyer って名乗っていいんですよ、ロースクール出身だと。で、えー、そうではなくて、ちゃんと弁護士試験に合格して資格があって、えー、事務所で所属して、弁護士 とししてて仕事をなので、lawyer と attorney ーーの違いというのはそれだけですね。試験に合格しているかどうかです。日本でいうと、この司法試験ですよね。に受かっている人で、ちゃんと弁護士として仕事をしている人は attorney ーーです。で、それに対して裁判のシーンとかになってきたときに、裁判の中で、法廷の中で出てくる弁護士に対する呼び名というのがあります。これが counsel。 同じ法律系でもですね、えー、こう呼び名が変わるっていうのがちょっとややこしいですね弁護士ですけれどもアトーニーだったりカウンソーだったりするわけですねじゃあ弁護士が出てきましたじゃあ今度は検事はってことで検事はプロセキューターですプロセキューターこれも出てきますよねじゃあ検事出てきました今度は裁判官いきましょうジャッジジ,ャッジですねで、えー、ジャッジするとかねジャッジって日本語でも言いますけれどもね、えー、裁判官のことですじゃあ今度は 私立探偵行きましょう。ね、これもよく出てきますよね。私立探偵ね。私立探偵は Private イ,イというふうに言います。えー、目ですよね。アイね。で、私立探偵というのは常に、あの、こう見張ってるというか、ね、目を光らせていろいろ調査してるという意味から来てるのかなと思いますが Private Eye というふうに言います。発音特化の英語コーチングプログラム、発音ブートキャンプのお知らせです。 20万人の日本人英語学習者をサポートしてきたフラミンゴさんと私、イングリッシュブートキャンプのユミがコラボした4ヶ月間のマンツーマンのコーチングプログラムになります、えー。無料カウンセリングをね、実施しておりますので、興味のある方はぜひ下の概要欄をチェックしてくださいね。じゃあ、ちょっと細かいですけれども、 いろんな事件が起きた時に必ず出てくる、ね、人たちっていうのをダダダダッと上げていきましょう、えー、まずはロサンゼルス死刑ですねロサンゼルス警察これもよく出てきますね LAPD ですね LA っていうのはもちろんロサンゼルスです PD はポリスデパートメント ですんそのまんまです。長い、ロサンジェルス・ポリス・デパートメント。長いので、LAPD というふうに略してますね。で、何、えー、かあった時に出てくるこの救急隊員ですね。えー、これはパラダミックです。パラダミック。これもよく出てきますね。それから、この辺、今度はちょっと犯罪系いきましょうかね、えー。密輸業者、スマグラーです。スマで 密輸するという意味です。smuggler で密輸業者です。それから sex offender、ね、これで性犯罪者です。criminal、えー、ではなくて offender を使うんですね。sex offender で性犯罪者ですね。これもよく出てきます。それから a r s o n i s t 放火犯これも出てきますね。 アーソニスト、セックスオフェンダー、スマグラー。このあたり本当にあの犯罪ものを見てるといっぱい出てきますよね。で、少年犯罪行きましょう。少年犯罪はジュビーってに言います。ジュビーはジューヴナイルの略です。青少年のっていう意味です。非行少年っていうニュアンスですね。なので少年犯罪者のことをジュビーって言ったりします。あとは少年刑務所のこともジュビーっていうふうに言います。次は殺し屋行きましょう。 でです。すが殺し屋ですね。もちろんキラーという言い方もしますが、Thug の方がなんかこうあの頼まれてこう襲って殺すっていうなんかそういうちょっとイメージがありますね。今度はギャングいきましょう。Mob ですね。Mob でギャングの集団です。集合名詞です。ギャング組織っていうマフィアとかっていう意味が Mob です。で、それに対して暴力団員ですね。構成員は、 ギャンドバンガーってふうに言います。ギャンドバンガーですね。これ、一人一人ですね。えー、集合だったら、モブです。それからあ、犯罪の常習犯ですね。これは、スカフラーとてふうに言います。これもよく出てきます。あいつは常習犯だ。スカフラーですね。それから、ひったくり犯、または誘拐犯、スナッチャー。スナッチというのは、パッてひったくるとか、さらうという意味なんですね。なので、スナッチャーで、ひったくり犯、または誘拐犯です。 じゃ、今度は犯罪から離れますね。えー、よく出てくる、アメリカのドラマでよく出てくる、精神科医です。精神科医は、psychiatrist、psychiatrist 言うんですが、いわゆるスラングというか、俗語、公語で shrink という言い方をします。shrink。あんまりいい意味では使わないので、 あ,あなたはシュリンクなんですねとかは言っちゃダメです。<laughs> ね。推進会員の方に向かって、あ、そう、you are a shrink とか言っちゃダメですよ。これはね、あの、まあ、いわゆるスラングです。で、なんでシュリンクかというと、こう、いわゆるちょっと、 妄想に取り憑かれた人たちのこう頭をこう縮める、元に戻すっていう意味でシュリンクってうふうに言われてるみたいです。うん。なんで、あんまりいい言い方ではないのでえ、直接使うのはやめましょう。ただ、ドラマとかね、映画にはすごい出てきますね。じゃあ、今度はちょっとエンターテインメント系の人、時々出てきますよね。有名人ですね。テレビに出てるような人は、ハリウッドスターとか。 歌手とかっていう人たちはセレブリティですけれども、略してセレブとも言います。で、日本語でね、セレブっていう時ってお金持ちっていうニュアンスで使ってると思うんですけれども、お金持ちのことではないです。 もともとはその地元の名士とかお金持ちっていう意味だったみたいなんですけれども,もう今は英語で「スワップっていうと芸能人のことを意味します有名人とかスターとかですねで、えー、超有名人に対していまいちちょっと二流の有名人っていいますよね <laughs> B 級ですよね B 級タレントとか日本語でも言うと思うんですがこの B 級っていうことはあの英語でもそのままで、えー、BLister って言います B のリストに載ってる人たちっていうことです BLister です もちろん一流だったら A リスターですけど A リスターはあんまり言わないですむしろやっぱりこの B 級っていう B リスターっていう方が 結構使われますねでもう一個たまに出てきますね FBI 捜査系のものに結構出てくるのが霊能者ですなんかこうあの投資とかで「え霊視」っていうんですか投資じゃない霊視ですね霊視でこう誘拐されてる人の場所を探すとかそういうなんかちょっと怪しい感じの霊能者とか超能力者って出てきますがこれを「サイケに言います。ででですすねね、えー、こんな感じでです、ねまあ、ドラマととかを見てているつもよく出てくる 単語っていうのがありますで。何回も見てると覚えてくると思います。ああ前も出てきたなとかねまたナルコーって言ってるまた麻薬の話かとか <laughs> またスマグラーとか言ってるなとかね、えー、あると思うんですけれどもこういう単語をねドラマを見てるうちに自然に覚えるっていうのがいいと思います。今今日ね紹介したあのを一個一個覚えていくっていうよりは実際にね映像とかあお話を見ながらね覚えていくことで忘れにくいですし楽しめると思うのでぜひやってみてください。以上、今日はあドラマに出 出てくる職業や肩書きのご紹介でした。あ今回の動画が面白かった役に立ったっていう人はぜひいいねボタンお願いします。えー、で、また SNS 等でシェアしていただけると嬉しいです。ではではまた次回お会いしましょう。See you.